新入生の皆さん、こんにちは。理工硬式野球部主将の渡辺一輝です。今日は、簡単にですが、理工硬式野球部の概要と魅力について喋らせてもらいます。ではまず概要から。理工硬式野球部、こちら、1964年、設立の、早稲田唯一の公認硬式野球サークルとなっています。唯一ということで、毎年硬式野球を続けたいという生徒が、たくさん、所属を決めてくれています。で、うちは東京アノクライク理工系硬式野球連盟という連盟に所属していて、ここであのいわゆる東京六大学のそれぞれの大学に理工硬式野球部があって、そこで毎年リーグ戦を行っています。昨年はうちは、優勝することができたので、今年は連覇に向けて、普段から練習頑張ってます。去年こんな風に、優勝して胴上げできたんで、今年もぜひ皆さんと一緒に、優勝を目指して頑張れることを祈ってます。で、じゃあ、続いて、体制の説明に移ろうと思います。現在、選手は、32名所属しており、こちら文系も理系も、どちらも、大体半々ぐらいの割合で所属しています。現在1年生が20名、2年生が確か2年生が15名、3年生が17名所属しています。で、マネージャーの説明はちょっとマネージャーにお任せします。マネージャーの方は新3年生が5名と新2年生が3名で活動しております。主な活動内容は活動のサポートだったり、レクライブ連盟の運営の方を行っております。特に、マネージャーの方は、試合中のスコアをつけたり、あとは練習中の、キャッチボールのカバーに入ったりとか、結構、活発に活動をさせてもらっています。こちらの方は、マネージャーの方は早稲田の学生さんはもちろんなんですけれども、インカレなので、多大の、女子大学生さんも、入部すること可能ですので、ぜひ、練習の方いらしてください。はい、続いて、練習についてです。練習は週 1,2 回、春学期は火曜日か木曜日か土日で週 1,2 回を予定しています。で、授業期間中は、結構理系の生徒さんだと5限まで入っている人が多いので、ナイターでいつも練習をしています。で、活動場所としては、駒沢公園野球場、江戸川区球場、神宮室内の練習場、浅香中央公園野球場が、主に練習している、感じです。練習の雰囲気はこんな感じですね。はい、じゃあ次、年間行事についてです。で、これは今のところ暫定ではあるんですけども、年間を通してこのようなスケジュールで進めたいと思います。じゃあこの中からちょっと何個かピックアップして説明をしたいと思います。まずリーグ戦です。で、まずリーグ戦が年間を通して行われるんですけど、このリーグ戦に向けて、日々僕たちは練習をしている感じです。で、六大学の理工系の、サークルの、対抗戦という感じになります。で、全試合の勝ち点で優勝を決めます。で、さっきも言った通り、昨年は優勝したんで、今年もなんとか優勝できるように頑張ります。もうすでに、リーグ戦は始まってて、先日ちょっと負けてしまったんですけども、これからどんどん試合がいっぱい入ってくるので頑張っていこうと思ってます。はい、次に春キャンプです。で、これは5泊6日で宮崎で合宿をするんですけども、これも先日3月の初めにちょうど行ってきたところなんですけども、六大学合同で行われます。で、六大学のチームで、練習試合をしたり、地元の社会人チームとも交流をしたりと、結構野球も、あと、そうですね、体育館でレクなどもしました。なんで野球したり、リックしたりと、本当にチームで仲良くなれる、とても楽しい合宿でした。で、次に東京ドームです。この東京ドームのイベントは、毎年、6月に行われたんですけども、去年はコロナウイルスの影響で、9月に行いました。で、プロ野球選手が
いつも試合をしている憧れの球場で、皆さんも試合することができます。はい、ぜひ楽しみにしてください。次に Z 杯です。まあ、こちらは6大学のトーナメント戦となっていまして、まあ、リーグ戦が終わった11月ぐらいに、毎年行われます。で、まあ、これ3年生の最後の大会 なので毎年非常に盛り上がります。で、まあ、昨年は惜しくも決勝戦で負けてしまって、まあ、準優勝だったんですけど、今年はなんとか優勝できるように頑張りたいというふうに思っています。で、次、最後はスノボ合宿ですね。で、まあ、これはもう野球をしない合宿、唯一の合宿となっていて、まあ、みんなで楽しくワイワイスノボをして楽しくやってます。まあ、結構今説明した中で野球が多めだったと思うんですけども、まあ、その他にも、まあ、結構頼れるイベント長というのがいまして、まあ、バーベキューだったりクリスマスパーティーだったり、まあ、本当に楽しいイベントをいろいろ考案してやってるので、すごい野球も、そのいろいろなイベントも充実したサークルとなっているのかなと思います。で、まあ、このイベントだったり合宿っていうのは全然全て参加が強制されているわけではないので、全然気軽に参加していただければなと思っています。はい、じゃあそしたら、最後、こんな人に硬式野球部は魅力的だなっていうのを紹介させてもらって終わろうと思います。まず1個目、ガチすぎずちょうどいい、これなんですけど、まあ、大学で、まあ、軟式じゃなくて硬式続けたいなって思う人でも本野球部だとちょっと厳しすぎて楽しめないよっていう、そんな人にもうこのサークルぴったりで、そう、 うちはもう本当に楽しく硬式野球やってそれで勝とうっていう思いでやってるんで、まあ、ぜひとも気軽に来て一緒に硬式野球楽しみたいなって思っています。それから、木製バットで本格的な大学野球を楽しめる、これは、うちのリーグはもう普通の大学野球ルールをそのまま採用してるんで、まあ、本格的な大学野球を楽しめるかなっていう魅力になってます。さらに最後、早稲田のユニフォームを着れる、これはもう本当みんな野球やった人は一度は憧れるユニフォームだと思うので、一緒に、早稲田のユニフォームを着て、野球をしたいなと思うのでお待ちしてます。はい、で、まあ、こんな風に、新刊練習の日程などは、Twitter、インスタ、あとは公式 LINE などで、配信していますので、まあ、興味がある方は早稲田理工硬式野球部で検索してもらって、そこから、新刊カレンダーを見て、DM などで参加の旨を伝えてください。では、理工硬式野球部で一緒に野球できる日を待ってます。で、ありがとうございました。